はい、半間山先生です、月曜12月24日ですね、2018年で、今回発表の私の戦略方法なんですけれども、このインジケーターですね、実数実際 65.7% の勝率が出せるバイナリーオプションの15本足のインジケーターです、それからこれは GBP JPY 60.5% 実際にね通してこういう成績がで稼げる、実際の勝率はこの勝率は 80.8% なんですけどね、今朝これで負けですね、こう、丸点が、あの判定ですね、これは勝ちで次勝ったですね。で今日は2勝2敗なんですけれどもね、2敗して2回勝ったという成績ですね。でこんな風にして投資されていきます、このシグナル通りにね。で1個ずつ打つだけですね、これね、投資このシグナル通りにね。それで勝率が 65.7% で、実際のね今後の勝率がで、こちらは 60.5% ですね、実際の勝率がね。という風にしてこの投資方法の戦略ね、投資方法の戦略は秘密ですけれども、このように勝率が詳しく出ておりますね、上にね。で平均利益ピップス 57.0 ピップスですよということでね、実際これ今1週間で7で 80.8% ですよって、これ現在の時間ですね、8時26分、このプロバイダーの時間ですね、こうですね、日本時間は17時26分になってるわけですけども、このプロバイダーは8時26分なんですね。でこれは34スプレッドっていうのはこのFX 用の投資用のスプレッドですね。これは32ピックスですね。ということですね。で、これが私がね、この戦略が10年間続いて投資していけば、ね、FX もこれを使いますから、10年間で今の億万長者の100倍資産を私は10年間で稼げます。確実に稼げます。ということでね。10年間まだこの戦略方法は 60% であれば、2勝であればこのように 60.5% ですけど、勝率がね、実際ね勝てるね、でということなんですよ、ということの発表ですね。この戦略方法は10年間続ければ世界中の億万長者の100倍を超しますとね、証明できる、その今2週間の分析で、20勝11敗でした。だから 60% 以上出たんですね。ちょっと良すぎたんですけどね、今後はそんなにいいとは思わないんですけども、20勝11敗でした、成績バイナリーオプション。1000円ずつ投資したんで、下の前の、ね、ビデオ見てください、全部録画撮ってありますので、証拠ね、このインジケーターで投資しておりました。皆様も証人として見ていただいてるんで、嘘でないことがわかると思います。ライブ投資ですからね、1000円ずつ投資もライブ投資ですからね、ライブ投資してるんでわかるかと思います。登録 ID は悪用しないでください、本当のものです、私のですからね、悪用しないでください。でちょっとお茶飲みますけど、来年で稼ぐのが1000万ですね。いきなり稼げないですね。このまま投資していくんですけど、来年中で1000万だと思います。次、2年目また通用すれば、まあ来年でまだ通用すれば1000万ですね。私の年収がね。で、2年目、まだ続けば、2年目は30倍ぐらいいくんだったから、3億円ぐらいいきますね。2年目で3億円。ね。それで、3年目で、やっぱ30倍ぐらいですかね。100億円、まあ50億円ぐらいでしょう。3年目で50億円稼ぎます。で、そういきますと、10年後はね、だいたい世界一の億万長者の100倍稼げるわけですね。バイナリーオプションだけじゃちょっと無理ですね。FX で投資します。
同じような方向でね、バイナルオプション。これはあの平均利益ピップスが出てますよ、50.7 って。このシグナル通りに投資したら 50.7 なんですね。平均利益ピップスがね。負けたり勝ったりしながら。FX はこれと同じような方向です。ただこれ、一本足ですけども、FX の場合は、日足とかね、15分足とか、もっと単位数が多くなって、一日投資するという感じですね。デイトレになります。おそらくね。ということで、今回、半前先生が発表させていただきました。この戦略が通じれば、世界一の億万長者の100倍になります。今年はいい年に大変でしたけれども、稼げる道がね、出てきたんで、安心したということですね。2年間の仕事ですね、稼がないでずっと研究してましたから、どんどん生活費がなくなっちゃったんですね。そんな時に来年から稼げるようになったということでね、本当によろしくお願いします。来年もぜひよろしくお願いします。半前陽先生でした。なおね、この戦略方法がバレるようなことがあったら嘘もつくこともありますから、騙すこともしますからね、ぜひこの戦略方法ね、は表示されてませんけど、このシグナルの出し方ね、これは秘密となってます。でこのように勝率とか実際のね、分析の利益 30.9 ピップスとか、これは実際のね、このインジケーターが出している成績です、ね、戦略じゃないですね。で7日間で分析してるよとかね、13シフトだよという、このシグナル出てから13分後っていうことですね。バイナリーオプション15分は15分なんで、その3つのハイアンドローショーなどありますけど、その3つからどれか選ぶで投資するということですね。13分後、シグナル出てからね、大体合うようにということね。だから若干ずれたり、負けもちょっと出てきますね、5% ぐらいはね。ね、それはご了承くださいね。どうもありがとうございました。